集めて遊ぼうアンパンマンタウン。ショッピングモールでお買い物。ここはパン工場ハウス。あ、見て見て、ジャムおじさんがパンを作ってるよ。バタコさんとチーズも頑張ってお手伝いしているね。あれ、パンの材料が足りなくなっちゃったみたい。どうするんだろう。そこでチーズにショッピングモールへお使いをお願いすることにしたみたい。チーズバケット号に乗って出発。新しくオープンしたショッピングモールに到着。たくさんのお店があるね。回転扉をくるん。あ、店員さんがお出迎え。ここはスーパーコーナーだね。野菜や果物がたくさんあるよ。ドキンちゃんがお買い物しているね。何を買ったのかな。次はエスカレーターで2階へ行ってみよう。2階はレストランコーナーだね。あ、コキンちゃんがうどんを買っているよ。チーズはジュースを買ったみたい。ここで一休みだね。1階に降りて今度は反対側に行ってみよう。あ、トイレもあるね。ここはガラポンコーナー。クリームパンダがガラポンをしているよ。ここはお洋服コーナー。ドキンちゃんが服を選んでいるよ。どの服にするのかな。ここはおもちゃコーナーだね。おもちゃや本がいっぱい。今は何時かな。いろんなお店があったね。チーズバケット号に乗って出発。ドライブスルーコーナーもあるね。到着。パン工場でパンを焼こう。おいしそう。チーズのおかげだね。みんなでワイワイ楽しそう。今回登場したのはパン工場ハウスとショッピングモールでした。みんなで遊ぼう、アンパンマンタウン。